皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回は2024上半期買ってよかった文房具ランキングベスト25ということで、かねてよりご要望の多かった11位以下も発表していきます。第25位からどうぞお楽しみください。それでは25位はサンスター文具うかんむりクリップ。このクリップはもう色がいいですね。はい色沼的に、はい、とても気に入っております。もちろんこの浮かんむりの形で視界の邪魔にならないっていうのと、押さえたところに跡がつきにくいっていうのも気に入ってるポイントです。続いて24位は正統社包装紙ビュッフェということで、この包装紙はね、使い方が分かってからハマったっていう感じなんですけど、もう最近はね、誰かに何かを渡すときはクリアポケットにこの紙を入れて渡すっていう感じでバンバン使ってます。まあ、ちょっと入れるだけで華やかになるので、商品の色に合わせるもよし、渡す人のイメージに合わせるもよしで、はい、楽しんで使ってます。それでは続いて23位はクレールフォンテーヌパピエデモンド。この紙は文具女子博で初めて小さいサイズのピンクを購入してるんですけど、その後 A4 サイズのブルー、そしてまた時期を経てグリーンと買い足してる紙ですね。この紙はね、満足度が高い1枚ずつの満足度が高いっていうところが気に入ってるポイントです。先ほどの正統社さんの紙ほどコスパが良くないので、っていうかかなり高いのでばらまくことはできないんですけど、まあ、ここぞというところに使ってうふふと、はい、楽しんでる紙ですね。それでは22位は神尾ジャパン大人の図鑑ぬいぐるみペンポーチピラミッド。このポーチはね、スペックが高いことをここでお伝えしたくてランクインしました。ただのね、ペンポーチじゃないんですよ。先日の私の机見ました？片付ける前のやつです。すごいね、山になったり谷になったりするんですよ、私の机。そんな急斜面とかに置いても耐えてくれるんですよね。倒れたりしないで、ちゃんと斜めの場所に置いたら斜めに耐えてくれるんですよ。そこがね、やっぱ神様ついてると違うなっていう、はい、このペンポーチ、まあ、中身はクリップなんですけどクリップしか常に入ってないんですけれども、ペンポーチとして使うもよし、なんかお菓子入れたりとかしてもいいと思います。どんなに机が散らかってても埋もれないし倒れない、そんなペンポーチです。続いて21位はノルティカレンダーステッカー7。これまた机が散らかってるつながりなんですけど、あんなにね、机が散らかってると卓上カレンダーなんてね、どっか行きますよ吹っ飛んでるし、倒れてるし、その上にまた何か乗ってるしね、っていうことが起きうる机におりますと、このノート PC に貼り付いているという安心感これのおかげで私いつも曜日確認してるので、日付と曜日、はい、まあ、日曜始まりしかないのはちょっとね、できれば月曜始まりがあると大変嬉しいんですけど、まあでもね、しょうがない、うん、これしかないからということで、このカレンダーステッカーは本当に買ってよかったです。それでは続いて20位はビバリー丸みの雨音のメトロノーム L ということで、この丸みのシリーズはサイズも色もたくさん紹介したんですけれども、普段使いのメモ用としてこの L サイズの雨音のメトロノームを選びました。これね、かなり気に入ってます。この色味、ちょうどね、万年筆もスタンプインクの色もなんか映えるんですよね、うん、ということで普段使いに使ってるので、これなくなってもまたリピしたいなっていう商品です。続いて19位はビバリー丸みの紅茶時間プチということで、丸みの続きですが、このね、プチサイズは結構長く使ってて、手帳のハンディピックの仮の予定を書くのにずっと使ってます。立ったままとかね、走り書きとかそういう時って字がね、かなりうにゃうにゃってなるんですよ、私で。それが後から見た時にちょっとテンションが下がるので、とりあえず書いておくっていうためにこの付箋を貼って書いてるっていう感じです。で、色はこの紅茶時間が好みですね、小さいサイズは。はい、続いて18位は甘味堂ココ付箋ということで、
本家甘味堂さんではミニクリップココ付箋が新商品で、まあ、私の動画でもたくさん紹介したんですけど、これがねまた私が時代にちょっとついていってない感があるのがまあ原因かもしれないんですけど、ココ付箋をね初めてこんなに今期使ったんですよ。それでハンディピックが可愛くなるってすごくないみたいな感じになって、もう予定とかそのイベント期間中をね長く重ねて貼ったりとかして遊び始めて、それでね楽しくなっちゃって、逆にこのクリップの方が最初のうちは持ち歩いてたんですけど、なんかだんだんカバンの中で邪魔になってきてしまって持ち歩かなくなって、で机だとさっきの25位の浮かんむりでよくないかみたいな感じになってきて、はい、まあ、結果的に、まあ、付箋がどこにあるっていうのをねその辺につけておくのはいいんですけど、でも空張りとか長さとかそういうのも考えるとここ付箋かなということで18位に選びました。それでは17位はレッツレガシーブックプレインノートブック、はい、ということで敗者復活です。これはね今回のランキングもう一つ敗者復活があるので楽しみにしていてください。このノートは2年前に確かレビューしてるノートなんですけれども、その時にはねトップ10入りしなくて、であとその後もったいなくて使えなかったということもあり、その後ね動画に出ることもなかったんですけれども、昨年のノート会議で、はい、お話しした通り今年のね1月から使い始めているのですが、もう、開くたびに満足度が本当に高い、これは本当に買ってよかったですね。で使ってみて本当によかった、いいノートは使っていこうと思いました。他にもねノート会で紹介したノート使い始めてるので、またそのうち動画で紹介していきたいと思います。続いて16位はスライドノート各スーベニアスライドノート限定カラー英語グリーンということで、ノート続きで来ました。これはねスライドノートの A4 サイズを今までこの動画の編集用のノートとして使ってきてたんですけど、それがですねなんと今期から半分の時間で済むようになりまして、英語サイズを使っておりますと。そして色は前はねピーコックグリーンを使ってたんですけど、なんかこの緑やる気出るなということでこの緑を愛用しておりますという、はい、ご報告でございました。それでは15位はトーキンコーポレーション文具女子博限定押し色スライドクリップ、パーツつながりですかね。いやでもねこの押し色は本当にねいい色なんですよ本当に。色沼的にかなり刺さってて、で大阪から帰ってきてこれ小さい方がね特にお気に入りなんですけど、これを各一色パッケージなのを全部バラしちゃって全色入りで9個入りのパッケージにして配るっていうのをやってます。でまあ、家族とかね友達とかに配ってるんですけど、渡す人喜んでくれるので、これはねまたトーキンさん文具女子博に出展になりましたらぜひゲットしてもらいたいですね。めっちゃいい色です。それでは14位は福分けハンコマスキングテープマキアート、はい、推しが続いておりますが、このね福分けさんのマスキングテープマキアートなんですけど、実はね購入前はマステをあんまり使わない生活になってたんですよ。なのでちょっとマステ買ってこれマステ使うかなみたいなところは若干あったんですけれども、使うね使う。結局ね福分けさんのデザインが好きなんだなっていうのをここで私は再認識いたしました。はい、ということで好きなデザインでしかもまたいい色、配色がもうそのまんま使えるじゃないですか、組み合わせとか何も考えないで、なので、まあ、封を止めたりとかね壁に貼ってみたりとかあとまあその辺のねメモに貼ってみたりとか、もうほんとねペタペタ、はい、貼って楽しんでおります。でカップの方はずっとペン立てで使ってるんですけど、この蓋がねこの前の片付けでなんかどっか行っちゃって
私どこに置いたんですかね。ちょっとどなたかご存知の方教えていただけますと幸いです。それでは13位はライフルペーパーピーコックオーガナイザー。はい、これはねもう柄がいい。あのちょっと先に言い訳させてもらっていいですか。あの埋もれて確かに使ってましたけど、あれはあのその1週間前ぐらいからの話でですね、ちゃんとめでてましたよこの柄。うん、あのだいたいこういう収納系ってもう無印買っとけばいいんじゃないのみたいなところあるじゃないですか。無印とかイケア、ニトリみたいなね、あのシンプルにしとけば統一感もあっていいじゃんみたいなところはあると思うんですけど、このね好きな柄が机にあるっていう、うん、これはね満足度高かったですね。あとねこれ前面が3つの仕切りに分かれてるのもすごく良くて、細いものをね差し込んでメモ帳とかそういうのでも倒れないし、ちゃんとばらつかないのが、うん、いいですね。先週は手帳が入らない状態になってたんですけど、今はちゃんと収まってます。それでは12位はビルティーユアトリエ文具女子博限定ミニイチゴスタンプ付きウィリアム・モリス3本セットということで、これはね2年ぶりにまたシーリングスタンプやりたいっていうこの熱がね、あの再熱したっていうのはこのミルティーユアトリエさんのシーリングスタンプのもうラインナップ、あれがね素敵で、でしかも技があるじゃないですか。技をあの、まあ、シーリングスタンプ界を覗いてなかったので、ここちょっとの間にねあの色分けの技が流行ってるとかそういうことも知らなかったので、またそういうのをね知る機会になって、まあ、今回はこのミニイチゴが私の欲しかったウィリアム・モリスのセットに入ってたので色分けで初めてやってみたんですけど、まあ可愛いこれねまだ増やしてないんですけど、そのうちまた増やしますね。しかもあの動画外でもこのスタンプまたやりたいっていう気持ちになって、その後もねあの手紙書くのに使ってみたっていうのもまたちょっとシーリングスタンプが身近になったなっていう気持ちで、もうこれはミルティーアトリエさんは上位だなということで今回12位に選びました。続いて11位はボルトレッティシーリングスタンプ用着色クリームゴールドということで、こちらも先ほどのミルティーユアトリエさんで購入してきた商品なんですけど、もうこれはね本当聞いてきてよかった。あのシーリングスタンプの上につけるクリームなんですけど、もう2年前とかはマジックでねあのやってて、そのマジックもどの金色がいいかみたいな感じでね試してたんですけど、いやもう完成度が全然違う。もう本当に最適解はこれ、もうこれ以外はないですね。やる気がしないっていうくらい仕上がりが本当に美しいので、シーリングスタンプやってる方、まあやってる方はご存知かもしれないんですが、まあ、このイタリアのねボルトレッティ社のこちらの着色クリームは大変おすすめです。ゴールドの他にブロンズとシルバーもあるのでぜひ使ってみてください。買ってよかったと、うん、これは思うはずです。はい、ということでいよいよ第10位からの発表です。2024上半期買ってよかった文房具ランキング第10位はメリークリスマスの動画から、ダイアミン2023限定クリスマスインクベントカレンダーパープルエディション。いやーもうこれはトップ10入りさせたいですね。させたかった、はい、インクです。本当に買ってよかった、クリスマス楽しかったあの毎日ねこれインク開けていくのが本当楽しかったのと、動画投稿して皆さんにコメントでね書いていただいて、今日の色も良かったねみたいな、なんかそういうのやってるのもすごい楽しかったです。さあ今年もひろみサンタはやってくるのか。それでは第9位は文具女子博夢の開封祭り第2弾の動画から、パビリオスノーフラワー。はい、こちら文具女子博ではパビリオ春ラボの名前でご出展されてるんですけど、このパビリオさんのね可憐なレーステープ本当にうっとりしちゃいますね。あのもともとはスライドノートのデコをしようと思って買ってきたんですけど、もう1回でねハマっちゃって、紙博でもたくさん仕入れてきました。 2,3 日前にもデコって遊んでます。その辺のものがシールだらけになりました。続いて第8位はインク沼の入り方後編の動画から、神戸派計画グラフィーロ。
はい、こちらが敗者復活文具です。あのトップ10入りはすごいですね。今期200点以上お迎えしている新鮮なフレッシュな文具がある中で、2年前から知ってるこの紙がランクインということで、前は万年筆で書いててちょっと滑りすぎてなっていうところがあったんですけど、ガラスペンにね変えた途端に、あ、この紙いいじゃんっていう感じで、今はあの編集用のノートでもうこのグラフィーロ一択っていう感じでガラスペンと一緒に使っております。いやー、本当に紙って大事。上沼ひろみが通ります。それでは第7位は、眺めて楽しいシール収納の動画から、ワールドクラフトムーミンキラキラフレークシール。はい、ムーミンここに入れてみました。あのこのシールは文具女子博2023で買ってきたシールなんですけど、その後ね袋にしまわれたまま使われていなかったんですが、このシール収納の回で理想のねシール帳を作ったことによってバリバリその後使うようになりました。あの本当ね日常使いしてるんですけど、このムーミンとキラキラの相性がめちゃくちゃ良くて、本当ね可愛いんですよ。だからこういうシールはね日常使いおすすめです。幸せになれます。ムーミンで幸せゲット。それでは第6位は、文具女子博夢の開封祭りの動画から、太陽トマーオールパーパスパッド。はい、こちらスタンプマルシェさんで買いに買い増えに増えているスタンプパッドです。あのこれがね、万年筆インクの発色がいい紙ってスタンプパッドとめちゃくちゃ相性が悪いんですよ。あの一晩乾かしてももう一日中乾かしてもインクが乾かないみたいな、そんなインクがすごく多いんですね。だから万年筆インクを楽しむ紙ではハンコは楽しめないっていうのがもうずっと私の中であったんですね。それがねこのオールパーパスパッドだけはすぐに乾いてくれる。しかも裏抜けもしないからもう本当にね最高です。もうこれのおかげでリスさんとの生活が本当に充実した上半期でした。リスさんとムーミンたちに囲まれた生活を送っています。それでは第5位は、オンライン文具女子博の動画から、エルバンアニバーサリーインク1670風車マゼラン。はい、もう今期もねたくさんのインクお迎えしてきたんですけど、どれか一つってなったらこのインクだなって思って選びました。風車マゼラン、もうぶち上げ系ぶち上げ系のインクですね。もうこのねドピンクの強さそしてダメ、あのもうねぶち上がらない人いないと思います。だからこの梅雨のねじとじとした時とか、なんかもう元気がない友達とかいたらもうこれあげてください、ぶち上げてこうってインクはみんなの万能薬。それでは第4位は、文具の発作の動画から、レオナルド限定生産品モーメントゼログランデ 2.0 ガラッティカプラネタリーネブラ万年筆 14K2 部。はい、こちら気の迷いで買ってみた万年筆ですであの先に万年筆はこのチャンネルではランキングに入れないってあの言ってたんですけど、特に高額品ですね。でもあの前回プレフォンって入れてるので、そうするとあのいくら以上だと高額で入れないのかみたいな線引きが難しいなってなったので、あの今期から動画内で紹介したものに関しては全てあの入れることにしました。でですね、この1本はあのこれが至極の1本じゃーみたいなそんなつもりであの入れたのではなくて、あのやっぱり見た目が良かったっていう見た目の満足感、はい、半端なかったので4位に入れました。あの見た目9割で飛び込める方は行ってもいいんじゃないかなって思います。あの書き心地も全然悪くなくて、あのおいいじゃんみたいな、書けるじゃんみたいなそういう感じです。であのこれからさらに自分好みに調整してもらいたくて調整に行くところですね。それもまた楽しみです。すべてひっくるめて出会いです。それでは第3位の発表の前に、語らずにはいられないランク外文房具8選のコーナーです。はい、こちら今回も作りました。ランク外になってしまったけれども、どうしても語りたい、語らせてくださいという文具を集めております。今回は2つずつ一緒に紹介していきます。まず1つ目のペアはこちら、2つの動画から、ダヴィンチ限定色ロロマクラシックアージェントと、トラベラーズノート限定セットムーミン水星
こちら2つの手帳ですね。はい、とても大歓喜でお迎えしたんですけれども、なんなら周りにも発作をばらまいた感はあるんですが、なぜか私だけが使っていない、周りは使っているけど私が使ってないみたいな感じに今なってますね。あの手この手その手どの手みたいな感じで、リフィルはたくさんね買い足して、よしこれならいけるんじゃないかみたいな感じで続けてるんですけれども、続けてるというか、まあ、続かないことを続けているので、まあ、来季ははかどってくれるといいなと思いながらチャレンジしております。物はとても大好きなんです。それでは語らずにはいられないランク外文房具、続いてのペアはこちらの動画から、マルアイカルトグラフィーブック英語とキャノンセルフィースクエア QX10。 はい、こちら文具女子博の先取り紹介で紹介した文具ですね。もうね、このマルアイさんのカルトグラフィーは本当におすすめしたい。撮影中本当に妄想旅行楽しんでたので、これはねおすすめしたいですね。ぜひやってみてもらいたい。妄想だけでも旅行って楽しめるんだなってまあ行った方が楽しいですよ、行った方が楽しいけど、机の上でも一応楽しめる、いろいろ画像引っ張ってきてっていうことが分かった回でしたね。はい、セルフィーの方も、まあ、これそもそも文房具じゃないので、ここに入れてみたんですけど、これもね手帳デコをちょっとし始めて、あ、やっぱ買ってよかったなって思いました。まあただ、2回目ですけど文房具じゃないのでここに入れておきました。それでは語らずにはいられないランク外文房具、続いてはこちら2つの動画から、シャチハタマスキングテープ用下地ペン字かけると靴はマステンプレートです。はい、こちらまずはシャチハタさんの字かけるなんですが、前期ねこれは革命だって言って大騒ぎしてたペンなんですけれども、前回はサンプルを配られたっていう状態で誰も買える状態じゃなかったんですよね。なのでランクから外してここの同じコーナーで紹介したんですけれども、今期はですねマステに文字を書かなかったテスト販売っていうことでね、みんな買える状態で私も買ったんですけれども、はい、なぜかマステに文字を書かなかった、書かなかったので残念ながらランク外になってしまいました。すみません、本当に申し訳ございませんでした。そして大好きくつわさんのマステンプレートなんですけれども、はい、もう同様ですね、まっすぐ切れるんですよ、まっすぐ切れるんですけれども、マステを切ることがなかった。だから空中でね切ることはあるんですよ、みどりさんのテープカッターで、なんですけれどもノートでデコをしてこう切るみたいな、そういう機会がねなかったんですよね。はい、ということでもう完全に時の運なんですけれども、今期はマステを机の上で切ったり文字を書いたりしなかったっていうことでランク外になってしまいましたというご報告でした。それでは語らずにはいられないランク外文房具、最後のペアはこちらの動画から、メリブントーンハンコとトーキンコーポレーションぶら下げられるスライドクリップ猫 L。 はい、こちら2つは一緒に遊ぶ文具ではないんですけれども、まずメリブンさんのトーンハンコ、これはね技術力が高いので、ちょっと一度ねハンコをする方ぜひ遊んでみてもらいたい。このねトーン具合びっくりします。で、私も今期かなりこれ買い足しているんですけれども、なぜここで語っているかというと、そういえば結構コレクションしてるんだけど使ってないなっていうことに気がつきまして、まあちょっとまた来期敗者復活できたらいいなと思ってる文具の一つですね。そしてもう一つのトーキンさんのこの尻尾でぶら下げられるクリップなんですけれども、これがね可愛いでしょ、尻尾でぶら下がるんですよ。でカレンダーとかねかけるのにすごくいい商品なんですけど、私がねカレンダーを見えるところに置いておきたくないっていう癖がございまして、かといってメモ書きとかを近くにねぶら下げておく、その吊り下げる側の棒とかがなくて壁とかも近くないので、それでねこの T 字ハンガーポップスタンドなんですけど買ったんですよ、猫ちゃんたちのためにで、まあちょっと使ったんですけど、まあ、最終的に邪魔だってなってしまって
で、あのトークでね、じゃらじゃらと、あの今猫ちゃんがぶら下がってる状態になってしまったので、はい、また下半期ですね、いい使い道ができたらいいなと思っております。はい、それではランキングに戻りましょう。2024上半期買ってよかった文房具ランキング第3位は、文具女子博夢の開封祭りの動画からクラルト蓋付きインクポット。はい、もうこのインクポットはね、思い出の、もうあの X で私がクラルトさんのインクポットに蓋がついたら嬉しいなみたいなことをあの話していたのに答えてくださって、そしてあの商品化して送ってくださったというインクポットなんですけれども、これがね、見た目の可愛さ以上に実力がすごくて気に入ってます。あのホコリがね入らないように蓋が欲しかっただけなんですけど、これねインクが乾燥しないんですよ。3日ぐらいで乾燥するものが2週間近く持つんですね、この蓋してると。なのですごく気に入っていて、このインクポットのおかげでインク遊びの日常化が実現できたなっていうところがかなり大きいので第3位に選びました。ちなみにあんなとっちらかった机でも使っておりました。それでは第2位は、仰天の動画から福分けハンコカフェシールブレンド。いや、もうこれはね本当に楽しかったです。あのまさかこの外のねパッケージ開けてみて中にドリップコーヒーのケースが入ってるなんて思わないじゃないですか。そこからシールが出てくるんですよ。もうこれは本当に楽しかったです。もうワクワクしか伝わってこないし、福分けハンコさんがだってこれ最初に思いついたわけじゃないですか。このアイデアを形にするまでのワクワクがものすごい伝わってくるので、福分けハンコさんって服を分けるっていうコンセプトじゃないですか。もうね分けてるって思いましたね。服分けてる本当に。ということで友達にもプレゼントしたんですけど、あのお湯沸かしたって言ってました。注がれなくてよかったです。それでは2024上半期買ってよかった文房具ランキング第1位は、メジェド降臨の動画から、東金コーポレーション文具女子博限定クリップバイキング4個スライドクリップ&スマートクリップのメジェド。え、ダメですか？監修したらダメとかありますか？え、ファンタジケンが絡んでるとかあります？いやもうね、今期1位はこれでしょう。もうメジェド以外はもう考えられないというか、もうこのクリップたち、まあみんななんですけど、本当これはね愛を注いできました。大阪で皆様本当にありがとうございました。 SNS でね全国からの応援も本当にありがとうございました。いやちょっとこれはね皆さんに手に取ってもらいたいということで、冬の文具女子博パシフィコの方もね、東金さんの出店を期待して待っております。ということで買ってよかった文房具ランキング第1位は、東金コーポレーション文具女子博限定クリップバイキング4個スライドクリップ&スマートクリップのメジェドでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は2024上半期買ってよかった文房具ランキングベスト25ということで拡大してお届けしました。楽しんでいただいておりましたら幸いです。いやしかしね、あの本当に今期お迎えした文具200点超えたので、もう本当カウントもやめてしまったんですけれども、うん、まあでも25位まで拡大できたので良かったかなと、うん、でもそれでもあの入っていない文具たくさんあると思いますので、皆さんの大好きな文具入っていなかったとしたら、それは26位です。はい地味にちょっと遠い26位ですね、うん、でも26位でも熱いですよ。200点超えてるんですから。はい、ということで今期もたくさんの文具メーカーさんの文具たちに楽しませてもらいました。もう本当ね、便利な文具から可愛い文具まで日々開発ありがとうございます。そして皆様もいつも温かいコメント、面白いコメントも本当にありがとうございます。もうね、そういうコメントにいつも励ましてもらいながら日々頑張っております。ということで下半期もまた新しい素敵な文具たちと出会って皆様と共有していきたいと思いますので、どうぞ下半期もよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。